種から多肉みそっぷです。今までコメント欄でたくさんの質問をいただきました。ありがとうございます。ただコメント欄では不十分な返答しかできなかったので、もっと詳しくお伝えできないかなと思い、今回多肉の Q&A を動画にしていこうと思います。なので皆さんの多肉への質問をコメント欄にて募集します。もちろんこれ以前コメント欄で質問したけどと思われても、同じ質問をしても大丈夫です。どんな質問でも大丈夫なので、お気軽にどうぞコメントしてください。多肉をこう育てていく上で、小さな好奇心や疑問は宝物だと思ってます。なので私も含めてみんなで学んでいけたらなと思います。ただですね、全部にお答えできるかどうか分かりませんので、あ、この質問いいなと思ったら、そのコメントにいいねをしていただけると大変助かります。募集期間は今日と明日、明後日までです。多肉の先輩方から教えていただいたこと、本や経験を踏まえてなるべくお答えしていこうと思います。もちろんわからないこともあると思いますが、精一杯頑張ってお答えします。それでは早速、去年一番多かった質問、この前に置いている多肉の交配式をお答えしていきます。では一番左から順番にお答えしていきます。こちらはエレイン×ミニマレッドエッジです。エレインのむっちりした葉っぱにミニマレッドエッジの爪とエッジも確認できます。もう少し寒くなったら黄色も出てくるかもしれません。次はこちら、ハルビンギリサンチェスメオラダエ×プリドニスグリーンフォームです。葉数が多く、そしてプリドニスグリーンフォーム譲りの素敵なエッジが出ています。葉がゆらゆらっと揺れていますね。次はシムランスライオネス×プリドニスグリーンフォームです。葉の色が独特ですね。ライオネスとプリドニスグリーンフォーム、どちらからも譲り受けたこの葉の揺れが特徴的です。次はラウリンゼ×メキシコポルデンシスです。ラウリンゼのむっちり肉厚な、そして白粉の乗った葉、それにメキシコポルデンシスのエッジがしっかりと出ています。ややウォーターマークも見られますね。次はリラシナ×プリドニスグリーンフォーム、葉の色がなんとも本当に個性的ですね。黄色というかオレンジというか、なんとも渋い色合いです。夏に少し赤くなりますね、この辺りは。次はエボニー×リンゼアナです。すごく好きです。質感や葉姿はエボニーなんですが、やはり葉数や葉一枚の形の中にリンゼアナの面影がしっかりとあります。かっこいいですね。次はザラゴーサ×チワワエンシスです。爪と爪の交配ですね。見どころはまさに爪。葉の色もグレイッシュでかっこいいです。爪ですね、かっこいい爪を持っています。最後はラウリンゼ×シムランスラグナサンチェスです。むっちりした中にもやや透明感があり、こうなんとも言えない淡くて綺麗な紅葉をしています。むっちりしてるけどちょっと儚いような、そんな不思議な魅力のある
エケベリアです。いつもの並びですね。もう少ししたらちょっとメンバーを入れ替えようかなとは思ってるんですが、今前に並んでいるメンバーはご紹介した通りこんな後輩式です。ということで、今日明日明後日と短い期間ではありますが、皆さんの質問お待ちしてます。皆さんの多肉がきれいに育ちますように。いやー、どうですかね、質問たくさん来ますかね。ちょっとドキドキしています。そんなドキドキを抑えるためにこちらをいただこうと思います。せーの、じゃん、つぶつぶたっぷり贅沢みかん、いいですね。では早速いただこうと思います。はっ、振らずにゆっくりお開けください。振らずにゆっくり開けていきます。そーっとね。ではいただきます。うん、おいしい。もうつぶつぶしてます。つぶつぶがたっぷりで贅沢、すごいですね。もう飲んでるのか食べてるのかわからないぐらいつぶつぶしてます。口いっぱいに広がるみかんのうまみ酸味がとにかく口いっぱいに広がります。うまみと酸味ですね。あ、甘酸っぱいっていう言葉もあります。うまみ酸味、甘酸っぱい、まあそんな感じです。みかんの甘さの中にもちょっとこう酸味というエッジがありますね。つぶつぶしたみかんにエッジがある。つぶつぶにエッジ、はっ、これはまさに小町娘、つぶつぶしてます。もうつぶつぶがすごいです。つぶ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 っていう感じです。それにしっかりとしたエッジがあります。このエッジが可愛さのポイントですね。ビタミンカラーです。小町みかん